個人で面白い記事を作って紹介するメディアを立ち上げてまして、今は閲覧数8万6000ページビュー、ツイッターのフォロワー数は5830人います。ああ、いやそれはすごいですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お座りください。失礼します。はい、では次の方。新生大学の久保田聡太です。はい、では久保田さん、大学時代印象に残っている友人との思い出を教えてください。友人はいません。え、一人も？あえて友人を作らないことで周囲のペースに惑わされず仕事に集中できる自信があります。ああ、そうですか。はい、ありがとうございます。ではお座りください。あの、いや次、あ、大丈夫です、お座りください。はい、では次の方。オッケー、いいね、いいね、いいね、いいでしょ、いいでしょ。あー、さっきのちょっとさ、あのさ、よかったらグループ入んね。あの、大丈夫です。なんで？受かるか分からない人たちで意見交換しても意味ないと思う。Thank you.
やば。なんだ今の。カナ、リハ行けなくてごめん。あれ、俺声なんかおかしくない？誰？もうまだ怒ってんの？はいはいはい、はい、ごめんごめん。ちょっとごめんね。話して。え、あ、お前カナ、こいつ、え、カナ、カナカナ、あれ、なんでだ。もう待てよ。待ってって。なんでついてくるんですか。お前カナの何なの。俺が抱きしめたらお前が抱きしめてて、なんで。そうだ、これを再生させてから。それを俺、僕、は、マジか。ここまで見てきたようにですね、ジャン・ジャック・ルソーの言葉一つをとってもいくつもの多様な解釈が可能であるということが分かってくるわけであります。俺死んでんだけど。ねえ、つまりこういうことだろ。1年前に俺は死んで、この間お前があのカセットテープを再生させた。そしたら俺がお前になった。ストレスだな。で、テープが止まると俺はお前の体から抜け出て。俺幽霊？でも生きてるよね。死んだのに生きてるよね。なんで？ね、知るわけないでしょう。なんで僕に聞くんですか。どこでもいいんです。いや、どこでもいいってことはないでしょう。かな、余計な世話かもしれないけど、バンドはもういいの？もう解散したので。解散？とにかく忙しいところに就職したいんです。体力には自信があって。解散ってなんだよ。かな、カナ、カナ、俺のこと見える人、聞こえる人、はい、ここ地獄？就職どうだ。別に。
お父さんの会社の上の人に相談してみる。大丈夫だから。見つけた。いやいや、見えてるでしょ。思いっきりお前しかいないんだよ、俺のこと見えんの。お願い、体貸して。はだから、話したい人がいるから再生してって言ってんの、あのテープ。黙っててください。いいじゃん、ケチ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 。僕には関係ないです。他人ですし、時間の無駄です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。苦手なんだ面接。俺トークには自信あるからさ、やらしてみてよ、試しに。はあ、次のグループの方どうぞ。はい、はい、落ちてまたエントリーシート書くの？それってすっごい時間の無駄じゃない？どうぞ。そういうことでよろしくね。あなたはこれに触れられない。つまり二度と僕がこのテープを再生させなければあなたに体を乗っ取られることはない。ご愁傷様でした。成仏してください。え、話違くない？通った。よかったな。別に。その会社入りたかったんだろ？今の時代、どこに入っても同じです。なんだよそれ。やりたいこととかないの？ないですね。どっかに就職が決まればそれで。そんなに就職したいなら協力してやらないこともないけど。あ、返事はいつでもいいよ。俺このままずっと一生そばにいるから。おはよう。朝弱くなかったっけ？ねえねえ、びっくりするようなこと言っていい？俺、アキ、アキ、ちょっとバンド解散ってなんだよ。フェスに出る約束を？ねえねえ、あいつのファンなの？あいつ？めんどくさ。おい、ちょっと待って。おい、カナ、ちょっと。体力ないな、お前。人の体乱暴に使わないでくださいよ。次行くぞ。あ、いたいた。あの、確認ですけど、就職先決まるまでですか？分かってるよ、再生。あの、僕の体で秋だとか言っても誰も信じないと思いますけど。分かってるって。再生。じゃあ、行ってくるね。はい、いらっしゃいませ。ちょっと、やばいこと言っていいですか？あ、お一人さんですか？
ちょっと待って、嘘ついてないってな。嘘ついてないから、ね、もう本当俺だから信じて、嘘ついてないから。いいから、はい、おしい、ね、山家森ちゃん俺だよ。じゃあね、ねえ、俺だから。まあお前の顔出しあいつらからしたら他人だからな。見とけって、俺にこじ開けられない扉はない。どっからそういう自信が湧いてくるんですか。あいつらが俺のバンドを捨てるわけがない。そうですか。あのそろそろ時間も時間なので。おやすみなさい。は？うちに泊まるんですか。え？何してんの？他人と長時間同じ空間にいるのは苦痛なので。そんなんでどうすんだよ。彼女できたら。彼女とかコスパあるし興味ないです。コスパ？そういうことじゃない。とにかくここから一歩でも入ってきたらもう体貸しませんから。え？え？今日はトウモロコシ。うん、トウモロコシのポタージュ。いっぱい買ったね。は？おはようございます。勝手に何やって。いや、あの今日からバイトでお世話になる。あのバイミー仕込んできましたから。いや森さんのバイミー最高。ベースなんか弾いてる場合じゃない。生まれながらのバイミーマスター。あ、いやでも本当良かったですね。バンドやめてみんなそれぞれ好きなことやって、カナさんも思う存分一人ぼっち。お前なんでカナ。カナにまで何かしてんじゃねえか。いやいや、あのすいません、今ちょっと変わりますから。今変わりますから。二度と来んなよ。超新星は星が死ぬ瞬間なのに、なぜ新星という言葉がついているのでしょうか。星は死ぬ瞬間に明るく輝きます。それを超新星爆発と言います。仕事遅えよ。ミュージシャン上がりってほんと根性ねえのな。いるまでに全部終わらせとけよ。わかりました。あれ切れないの。お前大人になっちゃって。色つかこっちの方が綺麗じゃない。色お前そういうことじゃねえんだよ。はい、来ると思った。絶対来ると思った。今ちょっと待って、それはなし。数年で飛躍的に増加しています。おお、ようやく全ステージ揃ったね。やりましたね。やったね。藤井さん、よし。はい、じゃあ皆さん行きますよ。せーの。うお、皆さんさすがお上手です。もう一回行きますよ。もう一回体験レッスンお願いします。はお前今日はお願いします。いや俺ヤマケン先生のギター大好きなんですよ。先生のカッティングしびれますわ。ちょっとレッスンの邪魔だから。あのここで生で
エコールの曲聞かせてください。は？ね、ね、ちょっとメイドの土産に、はい、来た人、はーい、は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 い、短い。30分ですからね。戻るたびにあなたのバンドの人たち怒ってるし、もうペンキでベタベタになるし。オートリバースっていうのがあるんだけどさ、 A 面終わったら B 面に連続再生してくれるはずなんだけど、こいつ壊れてんだよ。いちいち30分ごとに再生を押さなきゃいけないなんて。お前さ、もうちょっと愛想よくできない？毎回変わるたびにムスってしてたら俺が情緒不安定みたいだろ。俺じゃなくて僕ですから。とにかく俺の言う通りにすれば全部うまくいくから。そういうとこ。何？これまで人生でうまくいかなかったことってないんですか？ない。でも死にましたよね。でも復活したし、うまくいかなかったらうまくいかすんだよ。あ、出たゾンビ。おいお前やばい。びっくりした。邪魔するから。あ、ソータ呼び捨てだし。寝るならこれやらせて。え、嫌です。お願い。嫌です。いいじゃん。嫌です。ちょっとだけ。嫌です。お願い。データ上書きしないでくださいよ。はい。ちょっと何なんですかこれ。セーブしてるし。何イライラしてんだよ。ステージ進めといてあげたのに。頼んでません。あ、そういえばあの曲お前が作ったの？は？パソコンに入ってたやつ。ネットにあげといた。どこに？どこ？どこにアップ？もったいねえよ、一人で作ってるだけなんて。やりたいことあんじゃん。大嫌いです、あなたみたいな人。え？一人で作って一人で楽しんで何が悪いんですか。気軽にアップなんかしたら下手すりゃ散々ディスられて黒歴史ですよ。それ考えすぎじゃないか。あなたといると疲れるんです。大体音楽なんかで食っていける人なんています？バンド解散したのだって賢明な判断なんじゃないんですか。皆さんせっかく真っ当な道を歩こうとしているのに、今更再結成なんてあなた以外誰も望んでないんじゃないんですか。おはよう。は？ライブ？うん。あいつ勝手に俺たちのライブブッキングしてる。は？あいつ何でもこじ開けてくんな。アキのファンにあんなヤバいのいたか？知らねえ。いや、あいつやべえ。いや、本当にやべえんだけど。こないださ、あいつに言われてさ、あの久々バンドの曲弾いてみたんだよ。やっぱいい曲だなって。ハキが作った曲、俺ら本当にこのまま演奏しないでいいのか。おい、ふざけんな。決めただろ。ハキがいねえならバンドやったって意味ねえ。いや、そうだよ。そうだろ。ハキがいたからけどさ、俺たち何にもしねえでさ、文句言うだけで。最後の時だって俺たちがちゃんとやってればさ、リハとかやり直す必要もなくて。おい、あいつは今でも生きてた。泣かなかったよな、カナ、葬式の時も、アキが死んでから一度も。もうやりたくないってカナが言って、あの時はそれでいいと思った。でもそのせいで余計カナを一人にさせたんじゃないか。もしアキがさ、今の俺ら見たらどう思うかな。
せいや。謝ったんだからいい加減機嫌直せよ。そうだか。吸いすぎなんだ。エコールの皆さんスタンバイ。よろしくお願いします。おい、ちょっと待って。ちょっと本当に待って。マジいい加減腹くくれよ。はい、行くよ。タバコ吸って。行くぞ。俺はできる。はい、できる。じゃ行くぞ。した時の表情が隠してる君を映すんだ。僕には分かってるんだよ。変わって。え、今ですか。いいから早く。やっぱ俺がいないとな。は？は？お前。おい。え？心の奥底でずっと君は手を伸ばしてる。僕には分かってるんだよ。聞こえる目を覚ましてよ。あの頃を思い出して君じゃなきゃな。意味がないんだ、つかめないんだ。目を覚ましたら夢を見よう。僕らの夢。
あんたが。ありがとう、来てくれて。人の体で好き勝手しすぎです。いいだろう、来てくれたんだから。おい、おお、勝手に出てってんじゃねえよお前。え、何ですか。いいから行くぞ。どこ行くんですか。乾杯。あーめ、お前いいじゃんボーカル、秋の完コピ。俺だよ。帰っていいですか。褒めてたよ辻本さん、ソニーミュージック。ソニーミュージック、なんでこいつが歌うんだよ。俺認めねえから。別に僕が歌ってるわけじゃない。唐揚げ4皿と山盛りポテト4皿と山賊焼き4皿。おい、一人一皿食えねえから。山賊焼きも唐揚げだし。揚げ物ばっかだ。食えるわ。食えねえ。食える。食えねえわ。あ、こいつの注文聞かないでいいから。カナ来てたな。な、遅刻だったけどな。走ってこいよな、山の神のくせに。お前それカナが一番キレるやつだから。やっぱカナがいないとな。そういうこと。あの、あ、延長してもいいですよ、無期限に。無期限？入れ替わってる時何してても誰も僕のこと見えないし、誰も僕に話しかけてこない。ああ、まさに地獄。天国です。天国？え？無期限？一生お前の体を貸してくれるってこと？その代わり面接とか飲み会とかさっきみたいな無駄な人付き合いは全部変わってください。じゃあカナとあいつらとまたバンドやれるってこと？好きにしてください。そうだー！イエー！お前最高だ。怖い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 。
しい本だなこれ。なんだこれ。あーくしゃみでそう。ちょっと見てこいじゃん。あ？あった。さて。やめろマジでお前。おかえり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 。何を食える？ないよね。はい。勝手にあげないでよ。おかげで早く終わりそうじゃない。ね。みんな終わったらご飯にしようね。あ、俺あれ食べたい。しのぶさんのスペアリブ。あ、なんでもないです。うん。よし、じゃあ準備しよう。いやー、お腹すいたー。はい、待ってて。最高。あの、この作業って何の意味があるんですか？虫干し。こうやって本に息させてあげるの。本だって日差し浴びて新鮮な空気吸ったら気持ちいいでしょ。これ子供の頃よく読んだな。猫が一人ぼっちの野良猫になって生き生きするとこが好きで。え、そこ？え？あれもやってるもんな俺。ほら一人暮らしのクッキー買われ。疲れたな。疲れたってほどやってねえだろ。いやもう仕事したわ。したか。レッスン疲れた。そりゃそうだ。いや俺の方が手際いいな。ね。え？マジかよ。マジか。何サボってんの？ねえ、なんでカセットテープなの？あったかいだろ？音が。うん。あったかくて柔らかい。父さんが中学の頃好きな曲をお母さんにあげてたんだって。いいっしょ、音楽を手のひらに乗っけてる感じ。大きいのとちっちゃいのどっちがいい？大きいの。ちっちゃい。山県起きろ。おい、帰るぞ。山県。はい。行くよ。起きます。行くよ。せーの。よし。起き上がりました。あ、そうだ。それ店持ってって。あ、いいぞ。わかりました。お邪魔しました。お邪魔しました。ソータの歌は聞いただろ。あいつとやろうと思ってる。もう一回バンドやらないか。
忙しいんだよね、今、いろいろ。そっか。じゃあ、また。カナ、またな。賑やかだったね、久しぶりに。忘れ物。あ、すいません。あの、もう一回。Thank you.
じゃあ明日吉井さんのスタジオで練習があるそうです。お前ピアノ弾けんだろ。え？マジ？この前店のアップライト弾いてたし。マジで？お前そんな引き出しまであんの？ちょっと聞かしてよ。あ、ちょっといいじゃん。はい。はい。おい。今の曲ピアノで弾いてみろよ。滑りたいから身を乗り出しながら毎晩のように僕らは夜空を見上げ続けた。誰かに気づかれるような僕らじゃなかったから、誰かに怒られる下手するとギターよりいいわ。はあ？あれだぞお前、俺らに気使わなくていいからな、思いっきり好きにやれよ。アキもきっとそう思ってっか。思ってない、1ミリも思ってない。ねえ、吉井さん。お疲れ様です。お疲れ様です。これだろ、預かってたアキのギター。よかったら使ってって、アキもきっと喜ぶと思う。なあ、さっき言ってた曲聞かせて。僕は作った曲ですか。うん。もう帰るけど。来た。早く。この間君の歌を聴いて俺が全力でねじ込んだ。え、吉井さん、またゴリ押ししたんすか。また敵ばっか増やしちゃって。去年立てなかったステージ、今年こそ立ちてえだろ。あいつら俺がいねえと何もできねえくせに。
俺のバンドだぞ。なんか言いました？誰かと音楽やるのって面白いだろ。音楽やってると時間って平等じゃないんだなって思いません？何それ。歌ってる時、誰かと音で会話できた時、たった何秒かがいつもの何十倍も濃くて、なんていうか生きてるって感じがする。それすっげーわかるわ。あのカセットプレイヤー、あなたがここに落としたものなんですよね。中のテープ、もともとは何が入ってたんですか？全部。全部。バンド始めた頃に使い始めたテープ。それから新しいアイデアが浮かぶと、ここで、それに。でもあのテープ、片面30分しかないじゃないですか。そう。だから常に上書き上書き。消えちゃうじゃないですか。他のテープ使えばいいの。いいんだよ。あいつらと一生やっていくって決めたから。あいつらとの時間がその一本に全部詰まってる。あ、フェス吉井さんが押してくれて出演できるみたいです。マジで？ほら言ったろ、俺にこじ開けられない扉は。いいんですか、カナさん、このままで。いいわけないだろ。俺は知ってんだ。あいつが一番いい顔するのは音楽やってる時だって。カナさんがまた弾きたくなるような、戻ってきたくなるような曲があれば。しょうがねえな、手伝わしてやるよ。違う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 、待って、近い、違う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 、合ってるじゃないですか。合ってたね。全然ダメじゃん。めっちゃいいな。だろ？いいよな、シゲ。あとはカナだけだな。データ送っとくわ。いや、カナに聞かせるならカセットテープ。カセットテープがいいと思います。明日デートに連れ出してそこで渡す。デート、僕とカナさんが。俺とカナがだよ。お前はギター練習しとけ。変わった時止まんのダセえかんな。あれ、誰かいるのか。あ、ゲーム。ああ、ゲームか。カセットか、懐かしいな。知ってるか、ゲームも昔はカセットテープに入ってたんだぞ。え？あの頃はカセットテープが一番身近な記録メディアだったからな。記録メディア。風呂入ってくんな。そういうことか。そういうこと？ずっと疑問に思っていたんです。
どうして入れ替わってる時にあなたの過去が見えたりするのかって。俺の過去？何それ。この間言ってましたよね、このカセットテープにはバンドのみんなとの大事な思い出が詰まってるって。ああ。このカセットテープを再生させたらあなたが出てきたってことは、あなたって幽霊っていうよりはこのテープに込められた記憶が具現化したものなんじゃないかなって。どういうこと？つまり人間という入れ物に入っている中身が記憶だとして、カセットテープに入っている中身があなたの思い出。まあこんなもんだな。イコール一緒ってこと？はい。テープに入った思い出が俺。お前頭いいな。俺がこのテープの中身そのものってことね。なあ、カナに言ったらどう思うかな、俺がいるって。信じないと思いますけど。でしょ。今日は人参のポタージュ。あ、ありがとう。おいしい。ついにコンプリートね。次は何にしようかな。出てくるね。今日休みでしょ。デートしよう。いいよ。よし。準備してくる。ごちそうさまでした。いいえ。ありがとうございます。お待たせ。楽しんできてね。美味しかったです。かなさんのスープ。本当？お母さん以外に飲んでもらったことないから。時間をかけて大事に丁寧に作られた感じがして。ひたすら野菜刻むの、そういうのなんか好きで。それすごいわかります。僕も小さい頃時計分解して組み立てて、また分解してまた組み立てて、何時間でも虫になれる時間が好きで。うん、わかる。それマイペースに一人でいる時間好き、昔から。あやったな。そういえば入れ替わりの時間短くなってる気しないか。確かに。ちょっと見てくる。あ、はい。俺の彼女だからな。あなたの彼女ってことは僕の彼女でもありますよね。は？僕の体を2人で分け合っていくんですから、彼女も2人で共有するってことで。そういうことじゃない。あ、お前俺に一生体貸すってそういうこと？
新曲作ったんだ。フェスで一緒にやろう。フェスには出ない。バンドはもうやらない。カナがいなきゃ意味がない。もともと向いてなかったの。音楽でやっていこうなんて思ってなかったし。なのにいつもあいつのペースに巻き込まれて。あいつって。今の生活の方が私には合ってる。もう忘れたの。前に進みたい。カナ、俺本当は帰るね。すぐそばで笑えるのに、ここからじゃ遠すぎて、この歌もこの声も風のようには届かない。もう一度と願っても虚さが星に紛れる。風になびかれても、もしも奪われても、この気持ちは生きてく。誰よりずっとまだずっと今日だって思ってるんだよ。こんな近くにいるのに、心なら触れていたのに。誰よりずっとまだずっと今日だって思ってるんだよ。目を閉じればいつだって君を抱きしめているのに、ただ風だけが君の涙を撫でてる。連れて行きたいところがあるんです。たまにここ来るんです。一人で？星がよく見えるから。僕の母ピアノの先生だったんです。中学の時亡くなって、担任がみんなに言ったんです。かわいそうだから仲良くしてやれって。それで親しくもない人たちが話しかけてきたり、なんていうか
僕は放っておいてほしかった。そんな時ここでひたすら星数えてた。つまんないことで喧嘩してそれが最後。何でもいいの。走ったり野菜刻んだり夜中まで映画見たりなんかしてないとおかしくなりそう。一秒でも時間が空いたら考えちゃうから。もう二度と秋にもう会えないんだって。誰かと一緒に音楽やる楽しさも仲間も全部アキがくれたから。一つだって忘れたくない。いいんじゃないですか、忘れなくても。星って一度は離れても時が経てばまた巡って同じ位置に来るでしょ。そんな風に大事なことも大切な人も消えたりしないと思うんです。あの、これ聞かなくていいです。だけど持っていてくれませんか。みんなカナさんのこと思ってるから。
かな曲聴いてなって。多分聴いてもらえてないと思います。お前フェスまでもう時間ないぞ。うん。かなと何かあったのか。いえ。よっしゃい。じゃあ投資で頭からいくよ。カナ、よっしゃ、これで全員揃った。もうせんだよ。おかえり。カナ、なんで、なんでこれ持ってるの？いや、これたまたま。アキなの？いるんでしょ、アキ。バカみたいだけど、一緒にいると時々そばにいる気がして。アキ、会いたかったよ。そうだ、変わったよ。何言ってんだよ、カナ。変われって。しっかりしろよ。アキはもういねえんだよ。でもいねえんだって。わかるよ、気持ちはわかるけどさ、いつまでも引きずったってしょうがねえじゃんな。アキ、僕は桑木さんじゃない。ソータ。おい、ソータ。待ってって、ソータ。何逃げてんだよ。別に逃げてないですよ。で、またここで星でも数えんの？は。いいよな。何かあったらすぐ自分の世界に逃げ込んで、一人で自分にいいねをしてりゃ傷つかねえしな。だっせ。あんたにそんなこと言われる筋合いねえよ。いくらでも変わってあげますよ。言えばいいじゃないですか、カナさんやみんなに。あんたがいるって。そしたら全部解決する。見てみろよ、そのテープ。はあ。これってどういう。この間言ったろ、そのテープが俺の思い出だって。それが消えたってこっちゃねえの。消えたってなんで。上書き。上書き。お前。え？お前とお前に入った俺が新しい記憶を作った。カナやあいつらと上書きされて俺の思い出が消えた。その分テープの長さも減って、入れ替われる時間も短くなった。じゃあもしこのテープが全部透明になったら。俺がテープの中の思い出そのものなら、全部上書きされた時に消えんじゃねえの。
返事は？来ない。明日なのに。起きた。フェスには出ません。バンドもやめさせてください。またかよ。結局また壊れんのかよ、俺たち。あれからソタとは？バンド辞めるらしい。え？秋じゃないけどさ、あいつの背中見ながら叩いてるとなんかホッとすんだよ。ごめん。ごめん、ソータ。それでいいのか？一人でも音楽は作れますし。そうやってカナとあいつらと
一生もう二度と会えなくてもそれでもいいのかって聞いてんだよ。元の生活に戻るだけだし、カナさんが必要としてるのはお前だよ。あいつらが必要としてんのも。じゃあどうしろって言うんだよ。僕がこれ以上カナさんやみんなに会ったらあなたが消えてしまうんですよ。それでいいんですか？思い出した。なんであいつらとバンドを始めたのか。高3の夏、フェスで初めてカナと会った。俺の右側にはあいつらがいて、左側にいる知らないその子は夢中でステージ見てて、ああ本当に音楽好きなんだなって。その時思った。聴いてる人をこんな顔にさせられるバンドやりたいって。今まで生きてて一番濃かった時間、あのステージのあっち側でそんな時間が味わえんなら俺死んだって。違うか。俺きっともう一回だけ生きるために戻ってきたんだよ。あいつらとお前と僕はもう一回、もう一回だけでいい。お前の体貸してくれ。あなたを上書きしたくない。明日最終面接があるんです。約束通り面接に行ってもらいます。おはよう。言いましたよね、僕はバンドを辞めます。あのうちらさ、
お前のおかげでやっと前に進めたんだよ。なあ、ソータ。お前と一緒に新しいバンドを作りたい。迷惑なんです。迷惑かけるよ。だからさ、お前もさ、好きなだけ俺たちに迷惑かけろよ。俺こんな自分だけどさ、ちゃんとみんなのこと引っ張ってくからな。そうか、待ってるからな。どこ行くんだ。面接。いいのか。行ってきます。おい、いや、頑張ってこいよ。聞かなくていいです。だけど持っていてくれませんか。みんなカナさんのこと思ってるから。では志望動機をお願いします。私が学生時代培ったものは、周囲のペースに惑わされず一つのことをやり遂げる集中力です。その集中力を生かし、御社でぜひやらせていただきたい仕事。僕がやらせていただきたい。最終面接だと緊張するかな。今まで通りでいいから。今まで通り。君の話がよく出ててね。君が面接の場にいるとすごく盛り上がるって。ほら、君のモットー、自分にこじ開けられない扉はないだっけ。それは僕ではありません。え？僕じゃないんです。何言ってるの。違うんです。僕じゃなくて。じゃあ誰だっていうの。それはその人は僕の前に突然現れて、つかづか踏み込んできて、いつもペース乱されて本当に面倒くさくて迷惑なんですけど、でもその人のせいで会うはずのなかった人たちと会って、気づけば違う自分がいて、まるで
本棚の隅にずっとしまれていた本が日差しと風を浴びたみたいに。僕は気持ちが良かった。美味しいご飯作って待ってるね。行ってきます。行ってらっしゃい。まずこちらです。バスの最後尾こちらです。バスの最後尾こちらです。かなちゃんは新曲カセットテープに入れて渡したんですけど。テープか。アキも好きだったもんな。なんか似てんすよね、アキとソータ。いや全然違うけど、すっげえ強い自分だけの世界持ってる。俺はそういうのないから、せめて支えられたらって。でも結局また何もできなかったっす。だっせ。何もってことはねえだろう。え？知ってるか？カセットテープって上書きしても前に録音した音が残ってる。音が層になって重なってる。だから残ってる。上書きされても聞こえなくても全部の時間が。会いに来た。ソータに「この曲一緒にやりたい」。ごめんなさい。僕がやりたくて来ました。みんなと、あなたと。ウィー、早く。遅れてごめん。これからだろ。しゃい、やるけい。しゃいか。あの、みんなに大事な話があります。実はこれ本当にアキさんのものなんです。え？変わって。
何の音もしないけど。なんでソータがアキのプレイヤー持ってるの？実は偶然拾って手放さなくなってしまいまして。だって僕このバンドのファンだから、このバンドが好きだから、だからこれからも新しい曲を重ねていきたい。上書きしましょう、アキさんを。しゃあ行くか。うへい。しゃあ、でもちょっと緊張するくらい。どうだ、行こう。カナさん、One, two. ずっとずっと